あの最近その映画業界でなんかそのセクハラパワハラが多いみたいな記事の中にあのそのそ中島監督の「嫌われマツコ」に出てくるあの,なんかあの役者さんがそのえと嫌われマツコの時にひどいことをされたっていうのを言ってたって話を生放送かななんか別のチャンネルかなんかで僕したと思うんですよね。 あの中谷美紀さんが、その中島監督にずっとひどいことをされたっていう。で、ただ、極ワウレマツコっていう映画自体面白いよねっていう話をしたんですけど、で、それが結局そのパワハラセクハラの記事の中でそのエピソードが使われたんですよね。中島監督は別にセクハラもパワハラをしないんですよ。ただ、精神的にお前の顔気持ち悪いとかクソ演技すんだとかっていうので、あの、すげえ役者をへこませるんですよ。でも、その役者をへこませた結果、めちゃくちゃ面白い映画にはなってるんですよ。 で、その、まあ、中谷美紀さんって顔も整った綺麗な方なんですけど、でもその綺麗な中谷美紀さんっていうシーンがあんまりなくて、だ本当になんか、あの、な、なんだかわからんけど、こんな人生ってなかなかだよね、みたいな、まあ、まあ、映画としてはちょっとあの、その面白いで表現していいかわからないからなんですけど、で、映画なんですよね。で、ただそれがその役者を追い込むことで作り上げた演技と空気感の中であるっていうのを考えると、セクハラ、パワハラは悪いんだけど、中島監督が追い込むことまで否定してしまうと、面白い作品が作れなくなってしまうと思うんですよ。 なので、そのセクラパハレ良くないよね、ソンシンは悪いよね、は僕はそれ全然そうだと思うんですよ。だからそれ記事を書かない,いんだけど、その中島監督の嫌われマツコの一生と中谷美紀さんの話をそこに持ち込むのはどうかと思うので、なんかそれを書いてたライターさんになんか若干お前わかってねえなと思いました。はい。